番初期のやつですよ、はいはい、だからもともと紫の状態で来て塗り直したっていう。エンジン番号若いもんな。みたいな、どうもな、そういうの見てしまうの。これいやいやいや、わかりますよ、癖でね。いやー、素晴らしい。これレッドあれやな。かぶってくれたらいいな。ちょっと浮かなかった。メーターも国内もに張り替えたんやな。そりゃ金かかるわ。このメーターだけでも5万ぐらいかかるやろ。これがね、うん、文字盤がないんですって。はいはい、クラフト B さんですよ。クラフト B さんでやったもんか、ね。クラフト B どこやったっけ。岡山やったっけ。岡山やったね、うん、この間来てくれはった。あ、そうですか、うん、で名刺もうたらメーターの名刺やった。すごいね。ごめんなさい、エンジンを消してもらえる？はい。素晴らしいな。ハンドルね、だけノーマルじゃないですか。うん。だから、ちょっと、取り回しも悪いし、ノーマルしちゃうなと思って。でも、うちらもあれノーマルじゃないけど、ノーマルアップやんか、ね、マサイ聞くからさ、最初あれなんかビアダルのハンドルついてあったんだよ。ビアダルみたいな。ああ、これもそう。あれがもうビアでな、うん、そこを外してあのタイプにしたから、それさえ残ってたらほぼオリジナルのままやったんや。これもそうでしたわ、最初。そうなんや、うん、アメリカ人あれ好きなんかな。なんですかね、うん、あの握り心地がなんとも言われへんかったさ。